アラタ、ちょっと何をしてるんだ。兄さんのネクタイで手首を縛ってる。僕には兄さんだけなんだ。ねえ、いいでしょう。最後に僕にも夢を見させてよ。最後ってなんだ。何を言ってるんだ。ダメだ。この人、兄さんのお見合い写真があった。母さんからも電話があって、僕にマンションを出ていく準備をしろって言ってた。いつまでも兄さんに甘えるな、一人暮らしするか実家に帰ってこいって。この人と結婚するんでしょ。新たな暴走の理由が分かった。暴走じゃない、思い出作りだよ兄さん。新たからのお願いはある。お願い。そう、お願いはあるの。今日だけ、今回限りの関係なんでしょう。言いたいことを言ってみよう。言っていいの？いいよ、教えて。新たのお願い。僕のお願いは